そして子供大興奮。子供大興奮です。この子供はどうしたって、ね、ギャーギャー言ってますけど、ね、気づかなかったわ。気づかなかったですね。試合やっぱ集中してると、はい、会場にいた時は思わなかったけど、あれかな、もしかしたらこれカメラのそばにお子さんいたのかな。あ、カメラだったの、右側にね。さあ続きまして第2試合、藤本司 VS つくしということで、さあ早速と入場曲とともに入ってきたつくし選手。いや、笑顔が見えますね、つくしはね。はい、髪を切りました。あ、そうだったんだ。そんなでもざっぱり切った感じではないですね。一応半分ぐらいにはな。へえ、最近長かったですもんね。でもあんたはロリコンだね。さすがロリコンチェックしてるね。はい、もちろんです。でももうロリの年齢ではないですからね、つくしは。19歳なんですけども。そう、19歳ですからね。ロリとは言えないんですけども。見た目が合法ロリですからね。はい、いいですね。アイスリボンは誇る合法ロリということで、はい、試合中はね、ちょっとね、ジョジョの奇妙な冒険を見てる気分になってくるくらい背中の筋肉やばいんですよね、つくしはね。そうですね、素晴らしいですよね。さあ入ってまいりました。つくしとは打って変わって真面目な表情、藤本司さん、取締役選手代表、今祈りを込めてイングイン。つっかが入場したら一人がチャンネルに入会しました。ありがとうございます。つっかが今紙テープ口に入った。マジマジ見てなかった。あ、見損ねたわ。入ったんだ。はい、ペッてした。見逃しませんよ。せっかくかっこよく入場したと思ったのにペッてやってたんですね。はい、さあ紙テープの回収も大変なくらい紙テープ飛んでますね。なぜか藤本司。試合前に無駄なダメージですよね。そうですね、紙テープペッてさせられるのは。ペッてしちゃいましたね。周知プレイですかね。大丈夫かな、口の中乾いちゃいませんかね、髪に入っちゃう。一瞬だろ。どんだけ水分吸収する髪やねん。コンディションに影響するかもしれないですね。あ、でも目のこの辺にこう紙テープの塊ガンとぶつかってもこう嫌よね。痛いですよ ね、頑張って避けるんですけど、ね、避けきれないよね、ポーズしてるからね。そうなんですよね。さ あ、この二人はもう、いや、ゴングと共にお互い読み合いを先に丸め込みを決めたのが美しい。さあ体が、おーい、ちょっとギリギリ、つっか危ない。さあ子供大興奮。子供大興奮だ。このスタートは大人も大興奮だ。みんな王を呼んでる。あ、さあそのまま丸め込むか。あ、ほんとちょっと避けた。おーい、おーい、子供大興奮ですね。子供が大興奮。やべ、解説組がなんかおかしいって、我々おかしいってなっちゃった。やばいやばい。つい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 ね。ね、いや、さっきの試合展開と全然違うからね。はい。あ、子供が大根。すごいなぁ。さあ、静かがね、こう、パッと動いた後に静かな感じになるかと思いきや、子供は静まりません。静まりませんね。大興奮ですよ。さあ、藤本選手、グラウンドに持ち込んで、つくしの体力を削る三段下。つくしも、やっぱ、レスリングの、ね、そうですね、こういうとこですよね、レスリング習ってるので、グラウンド技全然対応できてしまうということで、はい、この作戦が吉と出るか凶と出るか。さあ逆につくしが優勢になってきた。そのまま絞り込むか。3分の1ぐらいを泣いて過ごしていたんだ。ああ、そうだったんですね。子供、あ、子供、子供、まあ、まだ早いんじゃないかな、この子にはね、プロレスはね。ちょっと早かったかな。ねえ。まあ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 。将来的に、もし女の子だったらね、こう、アイスリボン入ってほしいですね。そうですね。ね、で、親に言われてほしいですね。あんたはこの試合の時ずっと泣いてたのよって。声残ってるわよ。よってね。映像に声めっちゃ入ってたわよ。さあ、いつもの藤本司がロープに貼り付けてドロップキックを決まった。勢いがある。しかし、これくらいでざけんじゃねえと、つくしが逆にやり返す。つくしもありますからね、これね。そうですね。さあ、つくしも貼り付けて、お前も食らえと。いや
激しいです。馬券気が強すぎる。素晴らしい。うん、さあ足でホールに乗る先輩やられるとこれちょっとイラッとするやつですね。そうですね。後輩にやられるとはあお前調子乗んなよっていう風に思っちゃう感じのホールの乗り方でしたが、激しいエルボーの打ち合い。なんかちょっとこの二人体型とか顔とか若干似てるから兄弟喧嘩っぽく見えるんですよね。おお、うまくキャッチ。そのままアンクルを取りに行った。さあしかしツッカも負けずと足を取る。確かに似てますね。うん、でなんかつくしが一回りちっちゃいみたいな感じでちょっと兄弟っぽくて、おお、はい、おお、そのまま投げてます。宇宙人来る方にさっき、うん、あれもやり返す。もうお互いもうずっと攻めさせるっていうことしてないですね。そうです ね技も似てるところがちょいちょいあるんで、確かに読めちゃうところありますよね。さあコーナーの上に上がった藤本スカスさん、何を狙うかと思いきやのそうはさせまいと。おあ、これはこれはなんだなんだなんだ、危ない。え、そっちの方向で見たことないよ。え、なに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 、つっか上に上がった方がいいんじゃないの、はい、戻ろうとしてます。うん、うわあ、ずついた。そのままぶら下がっちまう。そんなところに、いや行くぞじゃない、どこに行くの。そんなつっかの何をするの。まだかー、容赦ない。顔に乗ってましたね。ね、顔乗ってたね。いやー恐ろしい技でしたけども、藤本司無事か、無事なのか。ハムコにすがって水をもらうくらいなので大丈夫なのかな。大丈夫ですかね。お下がりください。さあそのままつくしが優勢で場外に上がっていく、上がっていく。お客様こういう時は速やかに逃げてくださいね。選手が近づいてくれて嬉しいとか思っちゃダメですよ。危ないですからね、巻き込まれますよ。ああ、ツッカもやり返した。ツッカ無事ですね。そうですね、よかった、うん、でもあ、ちょっと切れツッカに入ってますねこれ。さすがに今の技で切れたツッカですよ。さあ上に上げて南のどこまで行く気だ。さあ連れ回してる。すごい、さあこの階段の前のところでボディスラム、バチンと嫌な音がした。コナクエンといえば確かにここに行きますね。ここに行くよね。でもそういうのって大体メインとかセミくらいでやるやつで2本目からここ来るってみんな思ってなかったでしょうね。そうです ね。さあ逆に振り返しての、あ、壁ごと挟んでエルボー、これ痛いね。さあここでもう蹴りをかましぐ、何を狙うのか。まさか上乗っちゃうの。おじさん立って、カメラのおじさまたちをこうどけと、どけてどけと。いやでもよかったです、今の方常連さんですからね。あ、よかった、ね、あ、そのまま飛んできた。素晴らしい。巻き込まれてたもちさんね、完全にすげえイラッとした顔してます。もちがはっていう顔してます。いてんだけどね。ね、まあ、マジ私の腕マジ痛いんだけどっていう顔してますね。やっべえ顔してます。この後試合控えてますよ、ね、私タイトルマッチ控えてんだけどみたいな顔してますね、完全に。さあ、つくしがおらついていく。つっかが階段を転げ落ちてるようだ。お客様は入ってますよ。今回マジで1108人入ってますよ。入ってますね。はい。ガチです。素敵。素敵でした。さあそのままコーナーに上がってミサイルキック、藤本司が吹っ飛んでしまう。さあまだお客さんを煽って、そのまままたドロップキック。そうですね、前の後楽園ホールの人数を超えております。1108人なんでね。そうですね、はい。さあここでつくしがつっかの硬い体を締め上げていく。硬いんですよね。ね、硬いですからね。ああ、これは、これは。ないんですが。あ、そうなの？はい。そうだったのね。足元でも硬いです。硬いのですね。さあ、回って逃げたいところか、つっか横に回って逃げたいが、逃げれるか、逃げれるのか。少し。はい、ロープエスキープ。後楽園
ホール側からはまた次の時には北側開放を検討をお願いしますというふうには言われてるんですけどもね。そうですね。ただね、あの定着してね、この今日これを見てくれた会場で見てくれた人たちがまた後楽園ホール行こうって思ってくれてるかどうかっていうのがね、ちょっとわからないですからね。さあこのままつくしが投げられない。お、ここでさすがのつっかやり返すかと思いきやの丸め込まれてしまう。さあホールが入る。カウントはおーギリギリ2カウント。おーネックで起きてそのまま蹴りをぶち込む。さあつっかもアピールをしてコーナーに登る。さあつっかも負けじとミサイルキック。わー重たそうな。結構つくし身長が低いから今顎とね首の間ら辺に入っちゃってしんどそうですね。さあもう一発クラッシュだ。さあカバーに入る。さあ2カウントで返したがここで極楽固めに入られてしまう。これも痛いんですよね。ねえ、あの首がしんどい。はい。おこれを抜けるか抜けるか。なあー、させないさせない。でもロックは緩くなってる気はするが手で無理くり。すごい肩の筋肉がすごい、うん、肩筋がやばい。つくしさんすごい、ね、これ多分この筋肉でこうつくしが体重がつっかくらいあったら今のもっと早くスムーズにこう抜けれたと思うんですけど ね、 そうですね。ちょっと時間かかりましたね。さあ逆に極楽を決めに行く。さあ逆に決めに行くが逆にまたやられてしまう。さあまた入られ返す。返し返されの攻防。どっちが極楽を決めに行くのか。でもつっかとしては自分の技だから自分でねやりたいでしょうね、はい、さあお互い苦しそう。さあもうちょっとで逃げれそうなとこだったが横にずれた。動けとお客さんも叫んでいるが、しかし、おー、変形型に変わってしまった。さあ、ロープエスケープ、どうにか足を伸ばしてエスケープ逃げ切れた。さあ、ここでツッカがよくやるアピール、くるくるですね。指くるくる。ダイビング、ローリングネックブレイカーですね。名前が長くて私覚えられません。さあ、決まった。さあホールに入るはどうなるか。あーカウント2。さあ子供も大興奮し始めた。はい、ツッカが大技を仕掛けていく。ジャパニーズオーシャンサイクロン。おー、しかしそれを後ろに降りて、これはトヨタさんから計上したという。おー、お互いトヨタさん技で決めにかかっているが、これは上げられないと判断してエルボーに切り返す。お互い逃がさないようにですね。はい、エルボー打ち合う。おお、あ、叩き込む叩き込む。つくしが叩き込む。逃げれないですからね。ね、手つながれてると引っ張れちゃうしね。余計にしんどい。あ、しかしもう一回殴りに行ったのを。うおーい、クリーンヒットの張り手。さあそのまま前蹴りカバーに入る。カウント2も入ってなかった。1で返す。さあもう1回入る。また1で返す。また前蹴りに行く。さあ、あー、これも1。意地の尽くしが、うわ、やばい、来た、エルボー。あー、オラ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 叩き込んでいく。あー、張り手した。痛いよ痛いよ。あー、トカラカド投げた。痛いが、あー、なんでか返す。おー、いや、入ってもおかしくなかったですね。はい、さあ宝かと投げた後に今度こそ決めるか。これはさすがにツッカも決めさせない。さあビーナスシュートに狙わせない。風空、ああ、逆に丸め込んだ。おお、スリー入ったかと思った。さあしかしここでさあ子供がなぜかこの体勢に入るためにギャーと言います。そうです ね。さあしかしこれを、おー、うまく後ろに切り返した。さあホールに、うおー、グッドサンプ。まだやる。痛
痛い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 。これは海鮮丼が勝つか。おー、もう会場のお客さんも大興奮、すごい声援で、誰を誰が応援してるのか分かんないくらいですね。すごい、赤ちゃんが大興奮、赤ちゃんも大興奮。ビーナスシュートががっつり入った。さあこのまま、おー、ロープエスケープ。ロープ近かったか。これはすごい激しい攻防、お互いに消耗しきっている。さあどうするか、このまま、あ、つくしが立てるか。おおお、復活した。おお、そのまま入った。カウントは、おお、残念、もうちょっと抑えていれば。さあここで決まったが、カバーに入る。ああ、これも返す。やばい、これは、これで決まるか。藤本つかさん、ああ決まった。これが返せるか。つくし返せない。おお、高いとこから手を落とされたら、いや、ぼーっとした顔してますね、つくし。さあ、この結果において、藤本つかさと、セラリサ選手のメインイベント、 IC クロスインフィニティのベルトのかかった試合が決定しました。はい、どうでした、これ見てるときは。そうですね、どっちだどっちだっていうことで頭いっぱいでした。あ、どっちが来ても準備万端。まあ似たような選手だったので、まあ確かにね、対策はそうそう変わんないもんな。さあ、握手を求めたが、ツッカは私が巻きますって言って下がってきましたね。わかりましたね。わかります。もうツッカが言いそうならすげえわかるわ。まさにそのようなこと言われました。さあ、堂々たるツッカ帰ってきました。いやー、詳しそう。いや、でもとてもいい試合だったので、あの第1第2で負けたくるみも、少しもまたいずれね、ベルトに狙っていってほしいなと思いますね。大きな拍手とともに退場していきました。さあ、ここで無料